さんお久しぶりです。ななみしです。今日は最近ハマったのゲーム紹介したいと思います。スカイです。このゲームはななみとしてはなんか国際的の SNS みたいのゲーム、いろんな人と出会ってフレンドになって、そういえばこのゲームフレンド申請するときがマジでプロポーズと一緒と思う。何人にプロポーズしたかい。フレンドの名前は自分で決める。フレンドがどんどん増えてきて、今まで出会ったことあるの国の方は中国人、日本人、韓国人、タイ人、イタリア人、イギリス人、スペイン人、そしてアメリカ人、インド人、ベトナム人、フィリピン人、スウェーデン人、本当にやばいと思ってる。幸せ家族だ。いろんな国の方いますから、みんな楽しんで交流するはななみ一番楽しいのことです。でもこのゲームで変なグループと出会うことよくありますね。これはうるさいグループから狙われちゃった。寝れない方とうるさかったの。可愛いだけど、黒いケープのチビグループから怒られた。原因は不明。ねえねえゆいちゃん、ほら変なグループ。お、あれあれでしょ。そうそう、あれあれ。あそこで見ていくね。おお、すごい頑張ってるね。拍手拍手。止まった。恥ずかしくなった。された。これはなんか舞台で演奏してるのグループと出会ったね。そして知らない人と動きバトルもよくあります。3回連続負けちゃった。和解した。大体週に楽器を演奏した。近づくに来た。跟另一个玩家聊天。プレイヤーと話したいたら、こうして特別の椅子の上座らないと喋れない。名前は、私はジョアナです。英語で、私はシンセアです。どっちでもいいと思います。よろしくお願いします。どこの国の方ですか？中国人です。私はアメリカ人です。
今学生ですか？そう、大学生です。どうした？しんちゃんは？私、1週間前は大学生だった。わらわらわら、卒業したばっかりです。おお、わら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 かっこいいって。今年は私大学生1年生の年。わお、全然かっこよくないよ。オンラインで卒業したから。卒業式はなかったの。おお、私も同じだったの。高校の卒業式だけど。なるほど。悲しい。スキンはどうやってもらったの？マスクのこと？狐マスク？あるいはキップ？全部。笑。私今何でも持ってないから。今日から始まったの初心者だから。で、ここからはどこでいくら何をもらったって全部教えてくれたの。心配しないって。私も何でも持ってなかったですよ。ちょっと待って、急に気づいたの。ジョアンナさんの名前がまた変わってないの。わらわら、またウサギという名前なの。耳とウサギ似てるから。わら、ウサギの漢字が間違えたけど。一起找留言蜡烛。私はガンダム、私は神。ノートを探してく。オッケー。一つ見つけた。よくやった。ここは全部読めないのノートだった。で、撮影してた時ハリーが来た。ずっとノートを見てたから気づいてなかった。ハリーは次の部分紹介します。ハロードラゴン、カニと太陽、鳥、太陽、スカイ、太陽、モディ。読めない。昨日ドラゴンで犠牲にした。あなたの船長と申します。这里就是我暑假的季节。雨天。无论是谁，大概都没有抱着我明天就会死这样的想法而活着吧。但是我希望大家知道，人并不是明天一定不会死的。然后这个表达太日式了，我觉得他想表达的就是，把每一天当作自己的最后一天去活，对。会不会出绿色的斗篷呢？今の自分に満足してください。いつもあなたがなりたい自分を集中しないでください。猫好きな人だね。何も怖がることはないです。大丈夫です。安心してください。想养猫。或者狗也可以。耶！私ご飯食べるときはジロジロ見ないでいい？誰でも休憩必要だから。ちゃんと休んで。私の友達。私たち出会ったのところへ戻ってください。みんなお幸せに。いつも暗いこと気にしないでください。暴風も気にしないでください。フープ。
全部絵文字だ。わら。自分のノート書きます。こんなに暗いところで素敵な花火だね。私のノート見つけた？見つけない。わお、キャントル変わった。月の上にウサギ3匹住んでいます。ガンダムとガンダムの親友シンセはここにいた。私のノートはここ。わら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 。見たよ。うわ、何これ、海鮮丼。読めない。バラは赤色、バイオレットは青色。私の世界の中心はあなたと一緒に始まる終わる。わお、ラブラブノート見つけた。わらわらわら。お、ユユンと兄弟。名前はシンセア。私はヘンリー。了解です。どこの国の方ですか、シンセア。中国人です。ヘンリーは？インド人です。わお、ずっとインドへ旅行したいの。素晴らしい。私もいつも中国へ旅行行きたいの。中国へようこそ。私はこのゲームの初心者です。バーリンも同じ。私も初心者です。バーリン？私はバーリン。もう一人の人。中国人の友達できたってすごい嬉しい。こちらこそ嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボリは私の同じ学校の友達。何？わかった。リアルの友達だね。名前は？ボリンです。名前。そう。へえ、ドイツの街バリンと思ってたの。国際会議。ななちっちゃい頃中国で育ったの韓国人です。ななみし、日本へ留学予定の中国人です。あき、絵を描くこと好きのタイ人です。ハリー、VFX アーティスト、インド人。シンセアさん、大学の専門は何でしたか？パブリックアートだった。そして、基本的なデザイン。わお、すごい。シンセアさんはアーティストだ。いえ、そんなことないよ。十分ラッキーだったら、なれるかもしれないけど。アッキーもアーティストだよ。わお。いえいえ、私だったら絵を描くこと好きです。わらわら。同じです。アッキーの絵はすごい上手だよ。ありがとう。ちょっと待って、急に気づいたの。私たちはまたフレンドじゃないよ。シンセアさん、デジットアート得意ですか？あんまり得意じゃないと思いますね。手で絵を描くことが、手作りとか好きだから。日本語喋れますか？喋れる。わお、
だって日本は留学の予定あるから。富士山行ったことある？ないですね、わらわら。私いつも中国の頂上を見に行きたいです。でもこれから絶対大学院の学生として富士山へ見に行く。偉いぞ。だからコロナウイルス早く消えてほしい。中国今どう？今はもうそんなに厳しくないよ。よくなってる。みんな安全ですか？闘病はありますか？どうやって治せますか？でもナナミ一番心配してるのはコロナウイルスをあんまり気にしないの人たちね。あの人たちはマスクつけないから。私もコロナを治せる方法がわからないですね。シンセアさん何か編集のこと手伝ってほしいたら教えてくれね。私は VFX アーティストだから。私の趣味です。わお。私物作りを好きだから。すごい。私も。私蚕になりたいです。気仙で旅行するのことですか？あの時が海賊とかって勘違いした。私もやってみたいです。でも結構危ないのイメージがある。そう、冒険的な仕事です。海難と関するの映画が結構見たことあります。海難と関するの映画のせいで気仙で旅行すること怖い。まあ映画のような怖くはないよ。24歳になったら海君になれない。今仕事を探しにくい。大丈夫です、いけるです。私の生活コロナウイルスのせいで潰された。今本当に仕事を探しにくい。本当だ、落ちますね。またね、シンセアさん。楽しかったよ。私も楽しかった。でも新しい部屋も今から片付けしなきゃ。またね。ただいま。ナナさんどこ行ったの？猫ちゃんと遊びに行った。私も猫ちゃんと遊んでる。我的完美偏微。他かっこいいとかわいい完璧で合わせるの終わりビデオ撮りたいから。私モデルの唯一の短い期限ありますのちび薬を飲んだ。ホームで基本的な動きを練習した。鑑別の撮影ところを覚え出した。出発しました。着いた。完璧完璧完璧、かっこいい。いい角度を探して。まあほっとしたらどこへ行っちゃうかな。なんでまたここにいるかい。いやー見られちゃった。まあ基本のマナーマナー。フレンド神経、これ拒否できないよ。ねえ今じゃないよ、ここじゃないよ。どんどんやばくなってる。いやー一人の時間くれないの。
No. No! No! これからずっと泣いてた。でも怒られた？意味わからん。私の完璧アンディンが返せ。もう可愛くない。そう言ってまた怒られてる。もう泣くしかない。以上、私の終わりビデオはこうなった。とりあえず登録をお願いします。